ストリートダンス界のオリンピックと称される世界大会で日本人最高位の3位に輝いた鹿児島在住の男性がいるのをご存知でしょうか。今日鹿児島市長のもとを訪れ大会の結果を報告しました。少し緊張した面持ちで鹿児島市役所を訪れたのはダンスアーティストの米満喜山さんです。鹿児島市出身の21歳で今年8月にオランダで開かれたストリートダンス界のオリンピックと称される大会に出場。1分間の即興ダンスを世界の名だたるダンサーと競い合い日本人最高位の3位に輝きました。今日は下鶴高尾市長のもとを訪れ大会の結果について報告しました。いやずっと一戦で活躍している小泉選手と当たった時の気持ちってどういう気持ちで臨んだんですか。薩摩魂を持って負けれないということで、うん、怖がらずに、進んでいく感じで行ってきました。米満さんは11月にフランスで開かれる世界大会にも挑戦し世界トップを目指したいと意気込みました。もちろん日本も代表して頑張っていきたいんですけど、鹿児島から世界へという合言葉で昔から頑張っているので、そこを一番に考えて鹿児島で在住で世界で活躍するダンサーになりたいなって思います。はい、米満さんは、日頃はダンス教室でインストラクターをしているということですけれどもね、この世界で活躍する姿見たいですね。そうですね、楽しみにしています。